お疲れ様です。今日はですねこちら限界突破ロイジョイやっていきます。ということで、進化カードね4枚のうちの1枚はいロイですね。これがね、まあ、事前評価ではもう一番高くてねもう壊れ、はい、もう壊れどころじゃない、お前はクラロを破壊しているどっか行けと今すぐ消えてしまえと、言われて、そこまで言われてないか。はい。ということで、まあ、とりあえず杖らしいので、ちょっとやっていきます。まあ、俺は正直ね、ロケコの方が強いし、可愛いし、圧倒的推しなんで、まあ、そんなロイジャイ、そこまで強えんかって感じなんですけども、まあ、事前評価めっちゃ高いんでね、はい。どんなもんかやっていこうと思います。あ、で、限界突破ロイの特徴っていうのを軽く説明すると、1回出したら、もう2回目で、2回に1回ね、この HP が多い、普段のロイよりも HP が多く、近くのね小物をしばきながらノックバックもあるんで、ミニペとかはね、はい、ノックバックしちゃいますっていう能力ですね。なんで今まで通り施設だったりあとインドラとかにはねちょっと弱いかなというのはねそんな変わんないと思います。はい。でその限界突破の仕方なんですけど、このクラロワニュースにねはい書いてあります。はい。限界突破シャードをね各キャラ6枚集めないといけませんと。でパス、シーズンショップ、チャレンジショップ、伝説の道、レベルアップ宝箱などね、はい、いろいろ手に入りますと。といったところでね入手方法もたくさんあるので、ちょっとどうにか集めてねみんなも限界突破カードを使っていただきたい。もうロケコです。もうロケコ、ロケコ使いたい。ロケコ使いたいんですけど。あ、やべ、ミスった。まあ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 、一旦ね、ちょっと強えって言われてるんですからね。どんだけ強えのか。使わせていただこう。で、施設と、その遠距離とかから攻撃されると、まあ言ったらそんな変わんないんですよ。なんで、遠距離を全てを無効化する。文句と組み合わせたら最強なんじゃねっていうので、持ってきました。はい。絶対強えやんっていう。ああ。金起動されちゃうかな。まあ別にされてもいいんですけどね。さあ、3回攻撃して固まって。はいはいはい。まあ、いつぶちかますロイって話なんですけど。まあ、痛いのはね、普通に言ってね。無理しない。エレスピウッドでオールブレイカーもしばけるんで、強いね。モンクロイン組めば、普通に勝てそう。進化してなくても勝てそう。オールブレイカー来そう。うわ、来ないんだね。はいはいはい。のんびりね。モンクロイン組むだけ。HP、普段より多いロイが出るってやばくね。これですらだって多いやん。俺よりも多いっていうぶっちゃけが理解できないです。さあ、まあなんかどうやって処理しようか悩んだんですけど、なんでその距離引っ張れないやんだ。あ、でかい。あ、え、やばい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 、アンチやん。やばい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 、アホアホアホ、やばい。これなんか使いすぎたよね。攻め打ってもできそう。あー、ミスってんのみたいなね。はい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 。ちょっと下っちゃってるけども、相性で勝てそうだな。普通に全然限界突破ね。次です。一回出すわ。一回出して2回目でね限界突破です。はいはいはい。いや、いいんじゃないこの形。あー、それ強いね。で、まあ、5打って、ここまで別に今まで通りですよね。この次がね、はい、勝ち込みロイ。これさ、なんか事故ってくんねえかな。勝ち込みロイです、これ。HP がね、でかい。で、近くにいると、ノックバックとかもしようね。あ、もうなんか普通に勝ったな。ドシンドシンしてるわ。いや、でも、やば。なんか、HP が、アホみてえねやんな。やばくん、ね、まあ、やばいのか。いや、なんか、まだ普通でも変わらんやんっていうね。なんか、もうちょっとね、わかりやすいシーンだといいんですけどね。なんか、スケブとか一瞬で消すみたいなね。まあ、正直、HP 高いだけで強いみたいなとこあるんでね。うわぁ、めっちゃ強いやつ。カルサブ。よろしく。高回転の、もう、極めし物族ですね。モンクロイで、なんか、ロイジャイさ、3回に1回みたいな、限界突破ロイはみたいな言われてた気もするんですけど、2回に1回なんですよね。ここはまあどうせ下方されるし関係ねえか。
みたいなとこもあるんですけど、めっちゃ来てこれ行ったらどうなるかを検証しようぜ。お、ルート矯正した、たまたま買ったんじゃね。はい これが限界突破ロイです。嘘です、はい、普通のロイです。ただただ外回りしたな。お、相手はホグっすね。となるとまあロケホーかスケルトンが、まあさすがにロケホーかな。ロケホーがね、限界突破ロケホーなんで、3回に1回かな、ロケホーって。4回に1回だっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、限界突破した強いロケホーが出てきます。いつ固まんの、今でしょ。このロイよね、いつ出してあげようかな。まあ後ろから行くパターンもあるし、後ろからやっちゃうか。うえ、 HP 高いからね。で、お、今出たっすね、一瞬ロケホーですね。まあ、ロケホー回収、次のロケホーは5打ってばいいんだよね、正直。いやだ、防衛お上手。いやー、全然綺麗に守られた。はいはい、まあでも、ね、普通に相性がいい限界突破とか関係なしで普通に相性がいい気がする。これ止まらんっすね、どんだけ上手い選手でも。これ止まる、止められると困るな。エルスとミスった。うわーうわー、ファイブ打っちゃう。よし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 、耐える。いや意外と防衛がやっぱうめえんだよね。防衛うまいとはちょっとむずいっすよね、通すの。さあちょっと耐えてね。え、なんで全然反射してない、サボりすぎじゃね。いやー防衛むずそう。いやーめっちゃいい防衛される。いやでも限界突破これが、うおい、今の2発入れるのやばすぎん、これでかすぎる。無理しない、事故んなければ。うっ、やばい、3、これが限界突破です。え、なんかちょっとズルした気分になりそうなんですけど、めっちゃ強くねかった今の。正直俺ロイジャイそんなだと思ってたん、持ってる、まあまだ思ってるけど、めっちゃ強かった今。さすがに今のは強かったな、多分2発ぐらい余分に入った気がするわ。うわめっちゃいい防衛されたなと思ったら、あらまあロイジャイが、ロイジャイがゴブリンとかもノックバックしてたっすからね、ちょっと削れるし。チェーンスケラっぽいな、フェニックスない、やばいかなこれちょっと。うい、いやーまあ何でもありそうだけど、ちょっとファイブ打っちゃおう。おお、マイティー、まあ、チェーンスケラもある。再生数反射いいよ。あー、ダルババの位置がしっかり計算されてる。頑張って守りたいな。やばいかな、あ、マジやばい、やばすぎるそれ、うますぎる。さてはやりすぎちゃいました。いやでもこっからでもなんとかなるのが限界突破だと思いたいですけどね。遅延スケラって何も限界突破してないですもんね。
能力でね、その能力で頑張りたい。うわぁ、ダメージ入りすぎだな。トリトンの位置か、もっと逆にみたいな。さあ限界突破したいね。いやー、してくる気配あったな今。いやでも、いやでも、え、なんか、え、でもね、そんだけ入っちゃうんですよこれが限界突破です。いやー、ちょっと負けそうだな。マイティー厄介っすね。マイティがさ飛ぶじゃん。いやいいよ。いやいいよ。全然あるな。しかも次限界突破や。これさ、めっちゃ強くね、もしかして。真ん中もん。どっか行け、どっか行け、どっか行け。マジである、マジである、マジである。マジあんのか、これ。HP 高えぞ。いや、マジ、このロイ、HP が壊れてる。それに使ったっしょ。いや、このロイもったいなかったかな。うわ、このロイやんなきゃ。うわ、マジもったいないことした。うわ、うわ、なあ、もってない。シェルスに完全なかった、完全なあ。いや、ロイジェ強えな、間違いなく間違いなく。 HP 強化がいらない気がする。 HP 多い、やばい。 HP なんで増えたん。まあけどさすがにちょっと強いかな。まだでもね、ロケ砲、まだロケ砲、まだロケ砲好きだな俺は。いや、もうさすがにちょっと強いのかな。まあそれは強い。 HP がやばいね。 HP 強化の方がなんか、まあ、ノックバックとかも多分やばいんでしょうけど、 HP 強化の方がなんか際立ってやばい感してる。これプリンセス、あー、コカちゃんね、ウッドマンソン。さあ耐える。施設がインフェじゃなかったらめっちゃ嬉しいね。これインフェじゃなかったらめっちゃ嬉しいけどね。どっちですか。ゴブリンなんてインフェじゃなさそうだけどな。のんびりね。ちょ、ロイちゃん早く一回出して限界突破を手札に持ってきたいな。それだけで幸せ。はいはいはい、鉄はいらないね。一回検証するか、相手の施設。あー、めっちゃいいロケ。お、一応生まれる。一応ね。さ、めっちゃ足前プリン来そうだね。来ないんかい、来てくれや。よし、
さあ、まあこっからは、まあ、結論言ってもいいし文句でゆっくりでも良さそう。いや、よしよしよし、やばい、当たったことによってよけた。いや、え、よけたのでかすぎる。持ち程度のファイボー。いや、全然普通のロイ。しかもタギフェニックスやばすぎ。記念にどでかいの行こう。いや、全然普通だったな今んとこ出してねえわでかいやつ。まあまあそういう時もあるっすよね。普通にロイが強いから、ね、まあやっぱもともと強いからそりゃ強いよなって話なんですよね。そりゃ強いよ、元が強いんだから。頭いいやつがカンニングしとるみたいなね。そりゃ強いよ、そりゃずるいよ。元がちげえロイジェイは。さあこれゴレ30シェリポンや、ミスったかな。ミスってません。てか俺文句おるやん、あっつっ。行くの？行くの？行かないの？行きませんっていうね。嫌な目使うね。いいね。これロイ行くとね。おお。スケドラね。ゴレ三重士なんですよね。中身がね、ちょっと把握できてない。ワンチャンババとかいるかもね。一回も見てないな。なんか強くなったババ。このババア強いんかどうかもわからん。あさあ、まあエリポンファイボ高回転ならちょっといいね。エリポンがババアスケドラね。いや、ってか相手のカードババ以外全部文句で剥げるし、え、ってかこのロイババに強いんじゃね。いや、あのリップはね、受け止めよう。ロイって何に守れる？ババだけだ。あ、そんなんいたな。あ、やべ、なんかやべ、いかつすぎん。いやーこれ頑張って守ろう。ちょっとロイで攻めたい自分もいるんですけど、頑張って守ろう。あー文句固まり忘れたな。いや、なんか戦いにきいな。ちょっと待てよ、これペースがすごい悪いね。ロイでもっと攻めた方がいいんか。いや、スケブババあんま攻めない方がいい。いや、いいよ。まあ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 、エリポンめっちゃ立ってるけどね。いっちゃおうかな、あれ。2個あるし。文句あるし。いや、トリトンが強えよ。いやー、ちょっと痛えなーこのダメ。でもこっからカットを頑張って。でけえの来たー。まあロイ警戒ですね。これさ、ちょっとチャンス。
多いんだよな。いやマジだろ。次最強。マジある。え？見えん。エスケルトンで見えんかったよ。おい！ふざけんなよ。マジか。うわバカ惜しかったな。ハッチーはやばい。いや惜しいのって感じですね。まあみんなさすがに使ってんね。ババね。レイジ状態。殴ればなんかそのステータスアップみたいなね。まあババはだいぶデッキが絞られる。今まで通りな感じがしてるね。あれは。だからラバ使いとかからしたらもうラッキーよね。ああ、勝手に強化あざす。あ、気づいたら俺強くなってる、あざすっていうやつっすよね。おお、めっちゃありがてえ。さあ、近畿道。まあ、流行りのロケコホグかな、こうなるとね。ロケコが、かわいいロケコがね。おお、逆に出してくんのか。反射していいよ。潜んなトリトン。いやー防衛がお上手。いやめっちゃアド取ってんだよね。施設いや、打った早かったか。次のロイメインで行きたいね。まあ、文句言ってもいいんだけどね。行かなくてもいい。いやこれだけで十分強い。さあボム。いやネクストおっさん来た。いかつめの同サイでもいいかもね。正直やべえ、サボりやがった。引っ張る。まあ施設に対して今まで通り。だいぶ打っても良さそうだな。 HP 多いし打ってもよかった。いやめっちゃ多い HP。 そんな頑張る？持ってる何十倍も頑張られてびっくりみたいな。いや、いいんじゃないこれ。普通に相性がいい。いや、一回待とう。いや、でも HP バグってんな、やっぱり。どう考えても。そんな残るっていうぐらい残っちゃってね。わかんなくなっちゃうんですよ、こっちが。あ、おいしい。まあ、ロケコに5打ちたいね俺は。フェニックス一生残してからのこのロイ絶対きついぞ。マンモス行きまーす。トリトン。いやいいよ。からのノックバック。マイティとかノックバックしないんですよね。これもう無理や。暴れてるゴリラや。ドンキーコング。いやこうなって
ったらやばいな。見るしかできない。あ、無理か。 HP 硬すぎ。まだ半分あった。多分ね、モンクとの組み合わせがめっちゃ強い気がするな。ゴーストでもまあ強そうですけど、施設に弱いとかはね、補えるっすからね。こいつで。いや、もう、多いて。みんなね。やばい、ゴブリン。良すぎ、それ。ちょっと痛いね。ちょっと痛い。さあ、同じっすね。まあ、ロケコもね、限界突破して、めっちゃいる。めっちゃいる。もう、ロケコホグ VS、みたいなとこある。正直今。ロイジャイ。どっちが強いんや？どっちも強いんですけどね。限界突破対決してる。さあ耐えてね。もう同じです。同じ同じ。無理しなくていい。いや、めっちゃ無理したがってるやん俺のプレイ。お、え、結構でかい。結構入る。出た。いや、あれはね、もうファイブを多分打った方がいいっすよ絶対。いや、打たなくて良さそうだろこの流れ。流れ的にね。なんか HP がね、もうバグ並みにあるんですよ。嘘、ファイブで死ぬぐらい。え、これめっちゃきついぞ絶対と俺は思ったけど。さあ固まる。このトリトンで攻めたい。いやー、強い。あ、え、ミスってる。ミスってない。よーし、なんかロイジャー一緒いらない気もしてきたね。ゆっくり行こうぜ。最強ロケコにファイブ打ちたいよね俺は。さあゴブリン、アイスピー、いいね。あれ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 にファイブ打ちたい。あれに空振ったらちょっと危ねえよな。うえー、パチパチしすぎ。フェニックスなんで解けたんってなるもん。出た、うちの大将。ちょ、大将一回出しとくわ。いやー、いいね。頼もしいね、なんかこの。これもう無理やろ。これ止まったらなんかもう、すごいとしかね。止まりそう。勝てえぞ、ゴブリン。いやー、ノックバックして、HP がお化け。どうすこい。いや、HP 加宝、即っすね。さすがに加宝来るっすね。というか、ホグしか当たらんから、勝ってるだけ説もある。まあ強い。もともとまあ相性はトントンちょいとかなのかな。文句が出ますしね。で、さらに上乗せ。まあ相手も上乗せがあるか。まあもともと相性良くて勝ってるだけみたいなとこ悪くね。ロケ攻撃しか当たってないもんな。えぐい。マジで遠く。うい。環境がね、偏ってんだよね。ただただ。これはね、どうしようかな。結論いか。めっちゃ行きたい。絶対行く。行け、頼む。あー、ハンター型ね。いやー、いいよ。ここ打ってくれるの美味しいね。多分
ただただロキコホグ引いただけみたいなね。元が強いから。よし。いや、ハンターならでけえな。文句で跳ね返るもんね。ファイブウッドでも飛びやすいし。まあ、ここ一旦防衛の構えでいくか。防衛の構えからのカウンターが見える。トリトンよりね。いやー強い。ただただ普通に強い。あー、いやなんかめっちゃいい感じに受けられてんな。でもこれよお兄さん、これ止まらんやろ。もう終わりやん。からのフィジカル。あれか、反射で文句や。文句との組み合わせ。このしかもトリトンどっか行け。ういういうい、こっちで普通のロイで。いや、このロイ対決、相手進化あんのかな。さすがにあるか。いや、もう右の方が生き残り。いや、マジで体力化け物だな。ペチ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 ー。オーケー。まあ、やっぱ施設欲しくなるっすね、今後はね。